先生。ちょっと忘れてた、あの概念忘れてた。そうだった。入った後、閉めるのが、流儀ってやつだ。おら、どうや。どうもこんばんは、シャクです。青に久しぶりにやります。なんでこんなに時間が空いたんだ。ちゃっちゃっとね、クリアすればいいもの、こんなに時間空いてしまって本当に申し訳ありません。俺も、どっからどこまでだっけっていう。とりあえずなんかね、動画を見直したら物質の鍵？これを手に入れたんで、どこが開くんだ？でもこれ、東物質の、とりあえずなんか左行きましょう。めっちゃ久しぶりすぎる。多分、何度も青に捕まる可能性があるな、これは。さあ、これは何なんだろう？前回これ撮ったっけな？あ、電源コード。はい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 。そしてあれでしょ？あそこの、多分ここで使う、出た。出た。謎の通り抜け風。なぜここ通り抜けられるっていう。この先の、ここに電源コード使えるんだよ。これ電源がついてないってこと。このコード使うんじゃねえこれ。電源コード挿した。数字。これなんだ ?0714 入力してみよう。0714。どうですか？何ですかこれ。どういうことでしょうか？全然俺には理解できない状況なんですけど。おい！どういうこっちゃね？どういうこっちゃ？よし。もう私は引っかかりませんよ。なぜかその数字を入力するとワンサがここにね、青鬼のいろんな種類が出てくるっていう。ここか。なんだろう？何か書いてある。緑、青、黄色、赤。はい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 。虫取り網。虫取り網。何？カブトムシでも捕まえるんか今から。緑、1、2、3、4。青、1、4、1、4、1、1、4、1、1、3。これだ。どうですか？あ、ごめんなさい。これでどうでしょう？4113。タイマーの蓋が外れ、何かが落ちた。今度西だ。はい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 。西の物質ってこっちでいいのか？来た。で、こっちには何があるんでしょうか？金属のかけら？はい？金属のかけら？かけらを手に入れても、こっから先どうすんねん。金属のかけらだからもう一個必要でしょこれ、絶対。今の感じだともう、行くところはもうなさそうな気もするけどな。たけしは生きてんのか？たけしの元行くのかな？たけしはこっちです。たけしの場所に案内します。たけしをね、ちょっとね、ずっとね、タンスで隠れておるんでね、たけしの場所を案内いたしますんで、こちらになります。たけしはこっちに、こちら、たけしの子。あれ、先生。たけしの場所ここなんだけどな。ほら、ご対面だよ。たくろう、ご対面だよ。何もないんかい。待て、虫取り網。虫取り網、もしかしてこれ、雲をゲッチュするんじゃない？どっかに雲ゲッチュできる場所あんじゃないこれ。これとか、こういうのとかどうなんですか？違います。虫をゲッチュする場所なかったっけな。これか？なんで、ゲッチュしようとしたん？頭上を見とこう。蜘蛛の巣かなんか何かあるはず。虫取り網はそういう風にできているんだ。さあ、タクロウ。虫捕まえに行くぞ。こっちら辺なんか虫とか、蜘蛛の巣とかないですかね？ありません？この辺。
うん、綺麗です。清潔に保たれてます、この部屋は。あの、ベッドはボロいけど。あれ？なんか、クモの巣かなんかどっかにないっけな。多分、そこになんか引っかかってんだろうな。綺麗です。綺麗が一番。綺麗です。待ってよ。虫取り網であれ。虫じゃなく、ここじゃねえのこれ。これ虫取り網で届くんかこれ。届くんかい。そして、二つを掛け合わせると中庭への鍵。オッケーオッケー。誰が蜘蛛の巣とかの上の方の、おい、ちょっと待て。落ち着け。え、ちょっと、タクロ狭いんですけど。なんで二人でロッカー入るねん。ちょっとタクロ外出てちょっとおとりになってもらっていい？ちょっと怖いんですけど。その間に俺逃げるからさ。ちょっと頼むよ、タクロ。さて、中庭の鍵が手に入ったんで、多分こっちが開くんじゃないでしょうか。はい。来たー。中庭じゃなーい。え？まあ、お部屋がいっぱいありすぎるな。ちょっと探っていきますよ。なんか言ってる。棚の引き戸が途中までしか開かない。奥に何かあるが、狭くて手が入らない。手を伸ばそう。ルフィの手を借りようと、こっちは？なんじゃおりゃ。はい。なんか必要だろうね、これ多分。はい？これ、なんか、擬態してるんじゃない？本物の青に。急にこれ、ドカーンって動くんじゃないの？これ。怖っ。お、光ってる。あ、これ、絶対、ん？タクト？タクト？あの、音楽。音楽のやつ？汚れているが10。あ、でもなんかこう、さっきのところ、使えばなんか取れそうな気もするけど、タクトで。わざわざタクトなんだ。動くんだ！今なら許してあげる。いや、動かないんかい。お？え？なんだ？体育館東通路への鍵。どっか閉まってた？こっちは鍵かかってる。待って、これ何？これなんだ？水の中に何かあるようだが、よく見えない。俺もよく見えない。ここ。もしかして、あ、開かなかった？うん、やっぱり。さて。あ、こういうの俺想像してたの。虫網でこういうところを、わさってやったらなんか、アイテム手に入るかと思った。すごいな、もう。結構巨大よ、これ。大きさ的に結構もう、クリーチャー並みの大きさだよ、これ。超でっか。種類違うんでしょうね、こっちと。こっちは何があります？なんもない。ああ、なんもあるわ。勝った。今んとこ、カッターを使う予定よ。めちゃめちゃアイテム持ってんじゃん。この空の、まあ、でもこの、ライターはまた使うかもしれんな。でも、バールとかさ、マイナスドライバーとかまだ使うの？空のペットボトルとか。もうなんか、ゴミだらけだよ。買いかかってる。こっちはいけないね。さてさて。このタック、ベーちょっと。そういうのやめようぜ。それはむずいわ。さっきのところでタクトを使おうとしてたんだよね。カモン！タクト行け！タクトを使う時が来たんだ、ここで。タクトで棚の中、切ったねじ巻き？ねじ巻き？穴あったもんな、ここ。これなんじゃない？雨の音ちょっとうるさいな。来た！噴水のくぼみにねじ巻きを取り付けた。おーん？右？左？
何でしょう。これなんか、左に3回。左？左？左？何も来ません。あなた方はなんか肩になんか、ないんですか？肩になんか、ヒントかなんか。このままじゃ私出れないんですけど。これはどうやって見るんだ？間違えた。ペットボトル。どうやって見るのこれ。つまずきましたよ。なんかポスター貼ってあったりとか、カッター使う場面ってなんだろう。ハーブ。バイオハザードが入ってる。カッター、ちょっと待って、カッターは普通のカッター？まだ使えそうな刃が残っている。え？え？たまたまですよ。たまたまですよ。カッター、カッターでペットボトルを加工する。そして多分これで覗く。はい。箱メガネ言うてるしね。箱メガネを使って水の中を覗いてみた。お、来たよ。テンって何？よし。行くぜ。左に3回。右に3回。左に2回。ん？あ、あ。あい？間違ってます？間違ってる？俺。俺間違ってんの？俺。もう一回行くよ。ちょ、リセット、リセット。おい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 、バカ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 。何にもないよ、こっち。こっち何にもないよ。俺しかいないよ、ここ。ちょっと待って。左に3回。右に2回。3回だ。で、左に2回。はい？もしもし。違います？なんか違いました？逆してみようか。左を右と勘違いして、勘違いっていうか、逆に右3回。左3回。で、右2回。何にも来んねえな。何にも来んねえな。おいおいおい、またかい、またかい。ちょっと待って。ちょっと待って。ここ狭いやって。ここ狭いやって。ここ狭いやって。無理なんすよ。いけるか？いけないんじゃねこれ。お、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 お。いや、戻ってる、戻ってる、戻ってる。戻ってる、戻ってる。こ。これ何？いけんじゃないこれ。謎の回避方法を覚えたぞ。待って、これさ、なんで？左に1、2、はい？ちょっと待って、なんで何が起こったの？あれれれれ？どういうこと？ちょっとセーブするわ。これあれか？外に出たりとかしてもリセットされないのかな？そういうことだよね。今左2回やったらできたってことは、さっきの続きみたいになってんのか。でも、結局合ってんのか合ってないのかわかんない。奇跡的にできたって感じじゃん。お？あ、穴？これは何ですか？これは本物ですか？大丈夫ですか？
これはなんだ、鍵穴だ。なんか持ってるやつでなんか使えないの。ダメか。タクロ、あれ、チャクロじゃねえ、タケシ。タケシ、嘘だろ。どうなってんだよ、なんでだよ、チキショウ。物置部屋の鍵。そういえば今回はなんか襲いかかったりしないんだね。苦しんのだろう、死に顔が歪んでる。先生は？何やってんの先生は。あ、もう用はない。先生、拓郎に会いに行く言うてたのに。これはダメか？こっちか。あれ？どこ鍵かかってるとこあった？あ、開いてないとこあったわ。この下よ。さて、椅子は基本全部、あ、じゃないわ。普通にここで使うからだ。小さな鍵。あの鍵穴だ。さて、鍵穴を刺したら何が起こるんでしょうか。一気にこいつらが動き出すって可能性もあるな。で、ヒロシがそれをバッタンバッタン倒すってやつだな。グレネードランチャーとかないんですか？行け！噴水の方で音がした。はい？こっちでもネジ巻き使うんか。そういうことだよね。え、でも、あれがない。ヒントがない。今回ヒントなくないか。ネジ巻き刺してもさ、ヒントなさげやで。いや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 、ネジ巻きをつけたら動き出したのが青鬼だ。なんでやねん。ここでか、稼いどっか。ここで稼いどっか。これ多分歩数で、歩数だと思うんだよ、これ。こうやっといて、こうやっといて、こうだ。ほらな。歩数だな。ネジを、今度は、右左とかに回すんじゃないの？青鬼がいたとこは？なんもない！あいつめ！あれ？調べられんけど。まさか開いたの？開いたし！開いたし！謎に開いたし、うわ、先生。い、嫌よ、助けて、チキショウ、おい、化け物こっちだ、おーい。いや、俺かい。今、タクロウの方、行ってくれ、タクロウが、おい、化け物つってんだから。なんで俺なんだよ。好きだな、俺のこと。この青鬼。マジ俺のこと好きすぎだろこいつ。タクロの方行って欲しかったわ。でもこれでバラバラになっちゃったね。またこれ逃してくれるね。新エリアに入った感じだね。さてここは一体何がある。閉じ込められてないか。え、先生、ちょっと忘れてた、あの概念忘れてた。そうだった。入った後、閉めるのが、流儀ってやつだ。ほら、どうや。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？閉められんかったっけ？ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。開けます、閉めます。鍵閉めれんぞ。これダメだ。先生、ちょっと後で、触ります。お触りは後にしますね。ちょっと俺無理だわ。で、ここら辺は何でしょうか？こちら辺は何もないですね。こっちは何でしょうか。広い。行くとこがいっぱいだ。この下は？
ここもいける。広い。え？なんだ？地下、ん？読めなかったぞ。地下大牢の鍵。あそこの鍵は閉めれないんですか？で、多分鍵をもうここに手に入ったからもうなんもない気がするけど。あるんだな、それが。あれ？何これ？ 4 って何？ん？サイコロの4みたいな形してる。それか、角っちょになんかドライバーとかなのかな？ドライバー使うのかな？はい、はい、取り外せない。はい、はい。ダメですね。やっぱなんかサイコロの4なのかな？他だって持ってるやつで、このメガネとかもう使わないでしょ？もうゴミだよ。空のライターとかゴミだし、こうメモ帳って何、なんで書いてあるのこれ。もうこれもゴミだよ。捨てようぜ。もう使わないやつ。次はこの。鍵かかってんじゃん。ってことはこっちじゃね？ここが大牢の鍵じゃん。あちゃ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 。あちゃ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 。おー、なんか解放しちゃった、俺。なんか解放してしまったよ。あれ？いなくなっちゃった。嘘。こっからなんかいろんなものが出てくるとかじゃない。ちょっとまだ先生をお触りできないんですけど。あの鍵、あそこの鍵どうにか閉じれないんですか？前にもあったな、これ。入ったら、いっぱいいて逃げて、戻ったらいなくなるっていう、幻、え？何のお部屋？数字で8と書いてある。またわけのわからん。箱の何か、箱の中に何か入っている。青白いレンズ。何でしょうか？透明だが少し青白い色をしている。透明？何か覗くんかな？これで。例えばだよ。この鉢を、この透明で見たら、使えないんです。なんだろうな、これ。何か覗くんかな？え？ってことは、どっか他に行けるところはなくなりました？あの数字の8だけ覚えとこう。それ以外なんか行けるとこないよね。先生の持ってる藁人形は一体何なんだ？てか、タクルどこ行った？あいつ。これなぁ。これ、閉めてもダメなんだよなぁ。さあ、先生ガード。え？え？え？どういうことそれ？どういうことなん？なんか、ようわからんすけど、とりあえず、ここでおしまいにしようかな。どのタイミングで終わらせようとしてんだよね。はい。で、次回は、続きは、こっからで。先生の足元からスタートということで、また見てください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、また次にお会いしましょう。バイバイ。